終了いたしました。次に秋野光三君の質疑を行います。秋野光三君。公明党の秋野光三でございます。お役に立てますように質疑をさせていただきたいと思います。 3.11 を前に改めまして、被災されたすべての皆様方にお見舞いの言葉申し上げますとともに、お亡くなりになられた方お悔やみの言葉を申し上げたいと思います。私は1月の14日から18日まで同僚議員であります川野義弘参議院議員とともに、フィリピン台風被害支援調査のために被害の大きかったレイテ島、そしてサマール島を訪ねました。緊急援助隊が撤収をして、インフラが整備をされていない状況で、フィリピンにとっては今が一番大変な状況であります。そして台風が勢力を保ったまま北上してくることがあり得る我が国においては、離島の防災減災などを考える上で共有すべき内容だと思います。風速90メートルを超える台風はまるで竜巻が通った後のようでありまして、見渡す限りの屋根が吹き飛んでいる状態でありました。屋根がない暮らしというものは大変に気の毒な状況でありまして、中でもその影響は弱者を襲いました。まずは医療であります。国立病院も州立病院も町立病院も屋根が吹き飛ばされた状況でありまして、今なお雨漏りが続き、そういった状況で医療が崩壊をしており、中でも深刻な影響を受けているのはお産ということであります。フィリピンは出生率が3を超えて、日中韓の2倍から3倍のそういう割合で子どもが生まれてくることは被災地においても変わりがありません。へその緒を切ってくださいと言って訪ねてこられるお母様の姿は大変に気の毒であります。中でも帝王切開は困難でありまして、これも被災地で同じ割合で起きて、被災地であっても同じ割合で起きてまいります。確認ですが、帝王切開はお腹を開けて、そして子宮も開けて赤ちゃんを取り出す手法であります。ものすごく荒っぽい言い方をしますが、赤ちゃんは取り出してから洗うことができますが、母体はそういうわけにはいきません。WHO のホール代表によりますと、清潔な環境で行われた出産は 10% 程度ということでありまして、母子の命を守るために日本のやるべきことは明確であります。医療が崩壊をしており、出産さえままならない状況を踏まえ、平成25年度補正予算は成立をいたしました。そして26年でもフィリピンの支援を行うということは決まっております。まずは搬送さえすれば、なんとか安心して安全に出産をすることを確保するために、医療の拠点である国立病院の支援を日本は積極的に行うことを提案をいたしますが、外務大臣の見解を求めます。岸田外務大臣。まず秋野委員のこの1月のフィリピンのご視察にあたりましては、その先方、この保健大臣ですとか、公共事業道路大臣にもお会いいただくなど、大変意義あるご視察をいただいたと、報告を受けております。そしてその上で、我が国のこの支援のありようですが、我が国はこの今回のこのフィリピンのこの台風被害、災害発生直後から、このフィリピン政府の要請に基づきまして、人的、そして資金、物資のこの両面で可能な限りの緊急人道支援、取り組んでまいりました。ご指摘のこの保健医療の分野につきましても、我が国がこの被災地に派遣しました、この国際緊急援助隊の医療チーム、そしてこの自衛隊の部隊、がこの合わせて6000人の方々を診察し、約1万2000人に対して予防接種を行うなど、この大きな成果を上げました。今後、この復旧復興のこの段階におきましても、補正予算を有効に活用して、
この被災地のこの再建に取り組んでいく、まあ、考えでありまして、その際にもこの保健医療の分野、これはもう重点分野であると認識をしております。具体的にはこの国際機関を通じて、この感染症対策、あるいはこの妊産婦への支援を行うほか、二国間の無償資金協力による医療施設の復旧、あるいは機材の供与、こうしたものを検討しております。補正の中でも66億円を用意して、取り組んでいきたいと考えています。そして、国立の医療施設への支援ですが、東ビサヤ地域医療センター、これはレイテ島のタクロバン市に位置し、今時被災地域における中核病院として、再建が急務であると承知をしております。このフィリピン政府と最終的な手続きを経る必要はありますが、ぜひ我が国としましては、この東ビサヤ地域医療センター、再建をしっかり支援していきたいと考えております。秋野幸三君。大臣、ありがとうございます。大きな方向性が示されました。安心してフィリピンの皆さんが、お母様がお子さんを産むことができればと思います。今大臣がご答弁されましたとおり、日本の貢献というのは非常に大きなものでありました。当初懸念をされた感染症をブロックすることができたということであります。意地悪な人は何もしなくても感染症はそもそも起きなかったのではないかという指摘をする方もいるのかもしれませんが、私が大きな貢献を外務省そして防衛省されたと申し上げるその理由は、ワクチン、そして消毒などの防疫、そして治療などを行った、感染症が起こるのではないかと懸念された被災地で感染症は起こらず、そういった治療やワクチンを打たないままに避難をされたマニラで感染症が発生をしてしまったということでありました。具体的にはマシンが76倍前年度比で発生をしているという状況であります。今日は資料を準備をさせていただきました。そのフィリピンのマニラで76倍発生したマシンが日本に入ってきているというデータであります。でこれは先週の金曜日に国立感染症研究所が出しました週報と言われるものであります。でこれを見ていただきますと、前年と比較をしまして日本のマシンの発生は 3.3 倍というのが今現状でありまして、下から3行目見ていただきますと、その多くをフィリピンからの輸入例が占めており、そしてフィリピンからの感染が国内で新たな感染を生み出しているという状況が、このグラフから見て取れるということになります。グラフをご覧ください。ピンク色が海外から入ってきたマシンの数であります。紫色が国内で感染が起きたと思われるマシンの数であります。11月に台風が起き、12月から日本にマシンが多く入ってきており、それに引きずられるような形で国内のマシンの感染が起きているという状況でありまして、マシンがフィリピンを経由して日本に入ってきているということを考えると、フィリピンの公衆衛生に貢献をするということは、それは最終的に日本人の健康を、命を守るということにつながるというデータであると思います。で、その意味で心配なのが結核であります。で、結核はそもそもフィリピンは中流行国でありまして、町立病院がその治療を担っておりました。しかしながら、冒頭申し上げたように、そのカルテはすべて失われ、薬はあるそうでありますが、どんな治療を受けていたのかがいうことが全くわからないような状況になってしまいました。このままでは結核の蔓延が起きうる可能性があります。しかしながら検査はなかなか困難な状況でありますので、核炭、炭を顕微鏡で検査をすれば、肺炭、炭を結核菌を出しているかどうかがすぐわかるような状況になりますので、結核の蔓延防止のために日本は顕微鏡などの供与を貢献として行うべきであると、そういったことも新たに提案をしたいと思いますが、改めて外務大臣の見解を求めたいと思います。岸田外務大臣。この被災地におけるこの感染症対策の重要性、これは十分認識をしなければならないと考えています。
結核も含めた感染症予防のための支援につきましては、国際機関とも連携しつつ、この地域の保健施設の再建、あるいはワクチン接種等に引き続き取り組む考えております。そして特にご指摘の結核予防のための支援につきましては、被災地において感染症予防を担う地域の保健施設に対し、顕微鏡の供与、あるいはこの専門家の派遣を実施する予定にしております。すでに3月10日の日にはこの顕微鏡の引き渡しなども、この結核対策向上プロジェクトのフォローアップの一環としまして実施をしております。引き続きまして被災地あるいはこの関連地域において、この重大な感染症がこの蔓延することがないように、日本政府としましても可能な限り努力をしていきたいと考えております。秋野幸三君。国立病院を、命の砦である国立病院を支援し、そして結核の蔓延を防ぐために日本にしかできない、そういう顕微鏡の供与を行う、日本の顔が見える支援がフィリピンとの友好をさらに深めていくということを信じるわけであります。冒頭申し上げたように、屋根が吹き飛ばされている状況であり、日本政府はそれに対して屋根の建材を提供することによって、これは大変喜ばれておりました。雨漏りがない状況で夜を過ごせることがどれだけありがたいかというお声も直接伺ったわけであります。河野議員とともにどこに行っても歓迎をしていただき、日本とフィリピンとの仲はこんなにも仲がいいのかと思ったときに、そんなときに私が感じたこと、それは私たちが日本の戦没者の慰霊碑に手を合わせたときのフィリピンの皆様方のなんとなく複雑そうな印象でありました。ご存知の通り、レイテ島は先の大戦でレイテ沖海戦など大規模な戦闘が行われた地域であり、私たちが宿泊したホテルには日本の兵隊の方々の写真も数多く展示をされており、忘れない努力と逆にフィリピンの皆様方の真心というものも感じました。結果として52万人もの尊い日本人の戦没者の命を失い、それに倍するフィリピンの国民の尊い命を失わせてしまった戦争の歴史に思いをいたすとき、中国と異なり戦後の賠償交渉に何年もかかってしまった当時のフィリピンの皆様の思いを考えるときに、フィリピンの皆様の心の奥底に残る小さな痛みというものを感じながら友好を深めていかなくてはならないということを改めて認識しますし、そういったところから日本は適切な支援を行いながら、親日的と言われるまでに対日感情を改善させてきた、これまでの努力を大切にする必要があると思います。レイテ島とサマール島の間には40年前に日本の ODA で建設をしたサンファニコ橋という今なおフィリピンで最長の橋が架かります。海峡を通る高潮にびくともせず、その橋が残ったおかげでフィリピンの復興は陸路を使って物資を運び、患者さんを運ぶことができました。かつては水牛しか通らないと揶揄された橋であっても、こういう時に本当に役に立つ、本当に必要な支援を続けてくればこそ、日本とフィリピンの今の関係があると信じます。これまで取り組んできた ODA をはじめとする隣国との今回の成功例を踏まえ、災害対応の備えを日頃から行うことこそが安全保障の強化につながるということをもう一回確認をしたいと思います。フィリピンの支援を通じて日頃からの災害へ備える隣国との連携、今回のようないざという時の初動をしっかり取れる関係というものを平時から築いていくことが安全保障の重要な観点であると訴えたいと思いますが、総理の見解を伺いたいと思います。内閣総理大臣。我が国はですね、今委員がルールお話になったように、フィリピン台風災害発生直後から速やかに1200人規模の自衛隊および医療チームを含む
国際緊急援助隊を現地に派遣をいたしまして、医療活動や救援物資等の輸送などの緊急支援を実施をいたしました。現在も復旧復興に向けた支援を実施をしておりまして、かかる取り組みがですね、日本とフィリピンの信頼関係を大きく、前進させたと、このように確信をいたしております。自然災害の多いアジア地域におきまして、災害対処を含む防災分野においてですね、ODA を通じた連携協力に平素から取り組むことは、近隣諸国の我が国に対する信頼向上に資するという意味におきまして、おっしゃるように我が国安全保障政策上大変重要であると、このように思います。昨年も日本で開催をされました ASEAN との特別首脳会議におきましても、私の方からかつて我々が経験した東日本大震災からの教訓から防災の重要性、そしてまたフィリピンにおける日本のオペレーションからですね、日頃から ASEAN の国々と協力してそうした対応を検討しておくことが大切である。また今回日本は米国ともですね、共同でオペレーションを展開をしたわけでございますが、そうした形で他の国とも協力をしながら ASEAN、 特に ASEAN、 またあるいはアジアの地域においてですね、しっかりと防災あるいは復旧復興に、平素から力を入れていきたいと、このように思います。秋野幸三君。時間が来てしまいました。安全保障の強化には心を入れることが重要であると思います。さまざまな支援を通じて日本の進める防災減災に強い、そういう国づくりを海外とともに共有することを求めて質問を終わりたいと思います。太田大臣、申し訳ありませんでした。以上で